どうも、リュウジです。ということで、ファスティングが7日間終了したということで、このファスティングが終了してね、一発目のご飯なんですけれども、楽しみですね。僕はこちら、すき家の牛丼にしました。メガサイズですね。やっぱり、久しぶりの、なんていうんですか、味の濃いものといいますか。楽しみ。こちらです。うわぁ。と、あとスタバのキャラメルフラペチーノですね。ちょっとこちらも飲みたかったので、はい、それでは早速いただきたいと思います。いただきます。いやー、楽しみ。じゃあいただきます。うんまっ。うーん、うん、いやー、おいしい。これはおいしい。いやー、やっぱご飯って楽しいですね。このおいしいものを食べれるっていう幸せ、やっぱり7日間頑張ってきただけあってね、めちゃくちゃ美味しく感じますね。今まで食べてきた牛丼の中で一番美味しいです。うん、やばい。うん、ちょっとフラペチーノもね、いただきます。うわー、はあ、染みますね、全身に。美味しい。やっぱり7日間ね、まあ本編っていうかメインの方でも言ってるとは思うんですけれども、まあ、ずっと空腹とかはなかった、もう苦しくて耐えれないとかなかったんですけど、いや、やっぱ波はあったんでね、やっぱ美味しい匂いとか嗅いだり、いろんなところ出かけたりするとやっぱり食べたくなりますし、うん、そこで我慢するっていうのは結構なカロリーだったんですけれども、やっぱご飯っていうのはもうお腹が空いたから食べるっていうよりかは、もうなんか美味しさを感じたいっていう、なんていうんですかね、もう、うん、美味しさを感じたいというか、こう脳に幸せがこう走るじゃないですか。それが封印されるっていうのは、やっぱ人生がちょっとなんか楽しくなくなりますね。うん、美味しい。しみる。いや、もう本当に頑張ってよかった7日間。うん、終わってみれば早かったなっていう感じはするんですけども、やっぱやってる途中、頑張ってる時はなかなかでしたね。うん、なかなかこう、まだ1週間経たないっていう、まだ2日目、まだ3日目っていうのはあったんですけど、やっぱ後半になってくるとね、半分折り返してからはやっぱり今日乗り越えればもう回復食食べれるとか、回復食食べたらもうあと1日で終わりみたいに、終わりが見えてくるとね、なおさら頑張れるんですけど、それまでが結構大変なところありましたね。うん、でも正直体重もガクンと下がりましたし、もう体調も正直めちゃくちゃいいんですね。なんでできたらこう、そのファスティングを続けるというのは無理なんですけれども、できる限りこの健康状態を維持して頑張っていきたいですね。ただちょっとこの牛丼だけはいただきたいと思います。うん、うますぎる。ちょっとうますぎるな、これ。うん、
ファスティング中ずっと食べたかったものあったんですけど、まあカレーなんですけど、カレーがね、ずっとなんか、なんていうんですか、カツカレー、こう、味が濃くて、脂っこくて、とにかく味のあるもんもあんまり食べれなかったんで、なんですけど、この、懐浴食とか、準備食っていうんですか、あの、おかゆみたいな、リゾットみたいなの食べるときにカレー味っていうのがあったんで、それでちょっとカレーっぽいものは食べてたんでね、ちょっと今回牛丼にしたんですけども、大正解でしたので、めちゃくちゃ美味しい。うん、ちょっと怖さはありますけどね、このこんだけ全くっていうほど食べてなかった1週間送った後にガツンとこれ食べた後の、まあでもそんなものは気にせずにね、ちょっと今は幸せを感じたいと思います。うん、うますぎ。あー幸せ。今回このファスティング7日間続けてみてですね、やっぱり美味しいものを食べれるっていうこの幸せを感じれるありがたみっていうのがですね、より実感したんで、まあこれからも美味しいものをいっぱい食べていけたらなと思うんですけれども、健康を気を使いながらこれからも頑張っていけたらなと思います。どうも、よしとみでーす。ファスティング生活を終えて、1週間ぶりの、食事をとりたいと思いまーす。よいしょー。はい、何を食べるかね、いろいろ迷ったんですけども、カレーがいいだとか、やっぱお肉だとかね、いろいろ迷ったんですが、私が選んだのはこちらでございます。お寿司でーす。こちら特選、めっちゃうまそう、特選握り。はい、やっぱね、ちょっとその断食してる時とかもなんかやたらね、お寿司を見る機会が多くて、魚食べたいなってずっと思ってたんで、ちょっとこのお寿司を買ってきました。はい、やばいっすよねこれ。やっぱね、質素な食事をずっとしてたんで、もうこんな感じで並んでんのが、もう、なんかすごいことに思えますわ。なんか、何これ。はい。で、あとね、醤油と、醤油ももうこんな、醤油を食べるのも久しぶりですから、大丈夫なんかな。醤油で、ガリ、ガリもね美味しいですよ。もうガリ大好きなんで食べたかったよ。で、あとこちら、味噌汁も、用意しました。味噌汁もな、美味しいんだろうな。これもう運んでくる時に匂いがもうやばくて、はい、まあちょっとこういう感じで、あとこれか、お茶も、あやたかですね。飲み物も、水しか飲んでなかったんで、しかも水って言っても、あの決められたあのお店からいただいたやつだけだったので、ちょっとこの味のあるドリンク、まあでも酵素ドリンクで味はあったのか、まあでも久しぶりのお茶なんで、ちょっとこちらもどうなるのか、ちょっと後で味わってみたいと思います。はい、では早速食べていきたいと思うんですが、どうしよう、何から食べよう。ちょっともう一回、ちょっとこれ見て、これこれですよ。何から食べるべき、これ。どうしよう、この中から、あー、やっぱトロかな。このこちらね、このトロうまそうだな、これ。じゃあ、トロ食べたいと思います。いただきます。これトロっていうか大トロなんじゃない。うーわ、はい、来たな。どうやればいい、こうか。いきます。1週間ぶり、いただきます。
あうまっ。ちょっとこれうまっ。わさびが辛くて泣いてんじゃないっすよこれ。めっちゃうまい。ほんでちょっとわさびも効くなこれ。いやこれはマジでうまいわ。すごいな、トロ。ちょっと味噌汁も いきましょうか、この流れで。ダメだこれ、やばいわ。味がすごい。味がどんどん入ってくる。こちらも行ってみたいと思います。うめえ。うわあ、お茶ってなんかようできてるなこれ。あーうまい、お茶うまい。やばい、ちょっとガリも。ガリもうまい。やばいっすわこれ。ちょっとマジで感動しちゃうわこれ。こんないっぱい食べれるんかな。なんかね、この胃の中になんか物が入った感じがすごいしますわ。うん、なんかあのリゾットとかとはちょっとまた違う感じ。なんか味が入った感じがなんか感覚としてすごいくる。うまい。よし、じゃあウニいきたいと思います。なんかわさびみたいの乗ってるウニ。ウニですね。いきます。ウニうめえ。
幸せ、幸せですわ。あーこれ、あーやばいな、これ食べきれんかも。はい、こんな感じでまだね、この残りお寿司いっぱいあるんで食べていこうと思うんですが、なんと今回スペシャルゲストの方にお越しいただいております。それはこちらです。コウくんさんです。ウィンナーのコウくんさんでございます。事務所にね、事務所の冷蔵庫にずっと入っていたやつをちょっとボイルしてきました。やっぱちょっと魚もいいんですけど、やっぱねお肉系も食べたいなと思いまして、ただやっぱゴリゴリのお肉ちょっとなんかね自信がなくて、ちょっとウインナーで行ってみようかなと思います。ウインナーの方がやばいのかな、そのなんか油分的なところでどうなんだろう。でもちょっと久しぶりに行ってみたいと思います。いただきます。うまい。なんかすごい、なんかもう普通にまた食べてねって言ってるのが聞こえますわ。ありがとう、ただいま。あーが全部うまい。はい、ちょっとスペシャルゲストのコウくんさんやばかったです。最高でした。はい、とりあえずちょっとこんな感じで一旦こちらを食べていきたいと思います。はい、というわけでごちそうさまでした。あー、いやー、ちょっとお腹いっぱいですわ。もう頑張って食べたんですけど、ちょっとね、パンパン。なんだろう、これぐらいじゃ今までこんな感じになってなかったんだけど、やっぱ胃もちっちゃくなってんだと思います。はい、ありがとうございました。ほんと最高のご飯でした。今回、まあ約5キロ痩せれたんですが、これからねまた普通の食事を、するようになったら、まあ当然体重は戻っていくとは思うんですけども、でもちょっとねやっぱ今回の経験でちょっと意識は本当に変わったので、なんか毎日いつもなんかお腹いっぱい食べなくていいし、なんか美味しいもんばっか食べなくていいなあという、なんかそう、たまにはやっぱ本当にちょっと胃を休ませるというか、そういうことは大事だなあと本当に感じたので、いやこれは本当にいい経験になりました。はい、だからこれを、習慣づけられるかどうかっていうのがまあちょっとポイントになってくるのかなあとは思います。やっぱね71キロだったのかな、だから65キロぐらいまでね落とせるなら落としたいなと思うんですよ。やっぱ顔なんか細くなったのかな、これ
はい、まあね、まあまあまあ、とはいえお菓子もね、なんかストレスでお菓子とか、まあご飯もですけど食べたりしてましたけど、なんかそういうのも逆に食べないと体が楽になってストレスもなんかちょっと軽くなるよっていうのも分かったりしたんで、本当にいい経験でした。はい、という感じでね、ちょっとまとめみたいな感じで喋っていたんですが、まだ終わりではありません。ここで2組目のスペシャルゲストの方に登場していただきます。どうぞ。あ、ちょっと用意してきます。はい、スペシャルゲストのショートケーキさんです。さらにブラックコーヒーさんもお越しいただきました。ありがとうございます。うーわ、いや、もうお寿司を食べたならデザートスイーツも行くしかないでしょということで、ちょっと近くにあったケーキ屋さんで買ってきました。これ大丈夫かな、ちょっとマジでお腹結構パンパンだけど、別腹でいけちゃうのかな。こういうのがダメなんじゃないかとちょっと思うんですが、まあまあこの機会にね、久しぶりに食事をとるという動画なんで、ちょっと行ってみたいと思います。やばいよ、この砂糖そして果物、行きたいと思います。こう食べる派、ここから食べる派。見ます。食べれる、めっちゃうまいわ。なんじゃこれ、ちょっと待って、いちごもなんか異常にうまいぞこれ。戻っていく、食が戻っていく、止まらん。ちょっと待って、コーヒーちょっとこれ、あーあー、もう匂いもやっぱすごいな。うわー、濃い。あー、でもこれ、あー、うまいねこれ。やばいわ、ようできたるわこれ、ショートケーキとブラックコーヒー、うまっ。うわー、ちょっと待て、これ食べちゃう。でもちょっと一回めっちゃ食べちゃうんですけど、ちょっとブレーキ踏みたいと思います。ちょっとこれ一回中断して、ちょっとお寿司が入ってたりもするので、ちょっと間開けてから食べようかな。これなんか今
同時にぶち込んだらちょっとやばい気がする。ちょっとこれは美味しいので絶対いただくんですけど、ちょっと間開けようと思います。はい、もうこれちょっともう全力ブレーキ。ちょっと待てショートケーキさん、ちょっとダメだ。ちょっと一回下げてきます。あれあれです、まあ下げんでもいいか、まあいいや、ちょっとここで、はい、ちょっと我慢我慢。はい、というわけでファスティング生活を終えて、1週間ぶりの食事をとってみたんですが、もう最高でした。お寿司もショートケーキもコーヒーもね、はい、やっぱ美味しかったです。これからはちょっと今回の経験をもとに、まあちょっと年齢的なこともありますので、まあ程よく節制をしながらね、自分の健康を考えて、食事をとっていきたいと思います。いやちょっとダメだ、いやダメだ、食べちゃうかもしれんこれ、うわやばい、いやでもちょっと我慢します。はい、というわけで、これからもね、健康的に運動とかもしながら痩せていけたらいいなと思います。というわけで今回はありがとうございました。はい、トモです、よろしくお願いします。ということでファスティング、7日間のファスティングを終えてですね、最初に食べたかった月見バーガー、これを頼んで今から食べたいと思います。リオちゃん隣にいます。はい、リオちゃんも一緒に食べるんですけれども、僕中心の映像でいきたいと思っております。よろしくお願いします。コロもいますなぜか尻尾振ってますいやーリオちゃんついに来ました。おめでとう。なぜ月見バーガーかっていうことなんですけれども、うん、もうねメインでもちょっと言ったかもしれないけど、もう月見バーガーがね、うん、のなんか動画かなんか見ちゃってから、うん、もう無性に月見バーガー食いてっていう日があったんですよ。そうだよね、言ってたもんね、月見バーガーが食べたいよって。そうピンポイントでね。でファスティング後でね、うん、俺何が食べたくなるんだろうってね、うん、やっとなんていうの、そのリゾットとかじゃない酵素じゃないものが食べれるっていう時に、白いご飯俺大好きだから、うんうん、そういうねご飯となんかおかずとかハンバーグとかが食いたくなるかなと思ったんだけど、うん、やっぱりね月見バーガーだった。月見バーガーだったんだね。そしてコカ・コーラゼロです。はい、しかもチーズ月見、やばい、よだれが出るよだれ出る。でこれはエステプロラボの方にも言われたんですけども、うん、やっぱちょっとサラダ先にもう言ったんですよ、うん、もう月見バーガー食べますって、うん、終わったら、うん、サラダとか先に食べた方がいいですよっつって、うんうん、アドバイスいただいたんでサラダ頼んで、リオちゃんもサラダ、うん、リオちゃんもチーズ月見。はい、嬉しい、チーズ月見食べられるね、嬉しい。いやこれだからちょっとチーズ月見とこのポテトはまずはお預けで、サラダから、うん、あ、こうか。もうサラダですらちょっとこのごまドレッシングにしてるんで、ちょっとカロリー高めの方、ね、カロリー高めの感じで嬉しさがちょっとあります、うん、本当はねもっとヘルシーなものを食べた方がいいかもしれないんだけど、うんうん、飲み物何？お、コカ・コーラゼロ。あ、コーラ。うん、あれ逆だった、うん、うわもう匂いがやばい、はあ、ずっと食べたかった。そうだよね、ずっと食べたかったよね、憧れてたよね。ちょっとサラダでまずは、チーズ月見に向けてのモチベーションを高めるという、うん、ことをしていきたいと思います。
いただきます。はい、召し上がれ。バリクソうまい。あ、ほんと。もうごまドレッシングがやばい。うんうん、おいしい。そしてこのシャキシャキの歯ごたえ、うん、なんてうまいんだ。すごい。おいしい。よかったね、頑張って。うん、サラダでこのうまさかよ。嬉しい、私も便乗してマックを食べられるのがお家で。そうだよね、うん。言ってそんな食べないもんね、うん、まだコーラもお預けです。はい、うん、ちゃんとやりたかったことをやる。うん、いやでも終わったな。何日目が一番辛かった？こんな話したか、もう。あ、何日目っていう話はしてないかもな、うん、でも準備期間の、だからファスティング2日目の夜に月見バーガー食いたくなったかな、うん、確か。うん、そうかも。うん、 LINE してたもんね、うん、月見バーガー食べたいって。そうそう、そう、そこつらかった。ご飯の撮影、家事作家すごい謝って、開拓にとても謝ってもらいましたけど。ご飯だね。あれはやっぱね、うん、結構大丈夫だったんだけど、うん、やっぱそこの匂いとかで、うん、あと食べてるのを目の当たりにしてね、そこで。そうだよね、うん、そうだって、私も家にいる時もさ、匂い絶対出さない食べ物ばっか食べたりさ、そうそうそう、トトの前で絶対物食べないようにしてたからさ。申し訳ねえ、今年やったりよちゃんにも。コロッケだけだね、いっぱいおやつ食べたね。気にしないで。そこ辛かったのと、うん、あとは、あとどこだろうな。なんか、あ、でももう終わるぞっていうタイミングも急に腹減ってきたかも。なんか、あ、そうなんだ。なんかね、吉富は、うん、まあ、リュウジもかもしれないけど、吉富特に、うん、全然平気だって。マジで余裕です、ずっとできますみたいな感じだった、吉富は。すごいね。だからそれに比べると俺はちょっと、うん、わー食いてーな食いてーなっていう感じが強かったかもしれない。うん、はい、サラダ終わりました。いよいよですね。すいません、お待たせしました。興奮してます。うわ、やば。うわ、うまそう。いただきます。はい、いただやばい、うますぎる。うまい。おいしい。これでコカコロゼロ、うん、うわ、やばい。めっちゃくちゃうまい。おいしすぎ。うまい。ポテトも。
うまい。やばい。めっちゃうまい。味濃いとかなんだよ。それはなんないかも。なんない。でもよりさ、繊細でわかるようになってるのかな。旨味とか。あな。それで言うと、ファスティング断食3日間終えた後の最初のお粥はすごい塩味を強く感じたかもしれない。そうだよね、言ってたよね。そうだ、リオちゃんに見てもらってた。美味しい。ファスティングしてなかったけどめっちゃ美味しい。ビーバーがこれ美味しいね。うまい。食べたかったんだい。かわいい。まあやっぱ美味しいわ。まあでもね、これで。もう終わったーっつってバカみたいに食ってたらもうすぐにね、まあリバウンドして、まあダイエット目的ではなかったとはいえ、せっかくデトックスしたんだからね、それがもう無意味になっちゃったらちょっと悲しすぎるんで、気をつけていきたいなとは思ってます。うますぎです。ちょっとこれはえぐいです。すごい胃に負担がかかるから、サラダを先に食べたってことだよね。はい。あと吸収しやすいから。吸収しにくくなるってことだよね。そう。はい、うん。それはだから、心がけた方がいいかもね。今後もね。食ってすごい楽しいって言ってたんでしょ。楽しい。楽しさに気づいた。美味しいなって思いながら食べることが暮らしの中ですごい重要な時間だったんだね。そう。めっちゃ元気出る。めっちゃ元気出るぞ。うまい。ずっとうまい。この気持ちが分かっただけでも、やったかやった。変な顔した。これはすごいわ。でも、偉いもんで、なんかすぐお腹いっぱいになりそう。絶対無理してダメな方がいいよ。あ、確かにね。胃がさ、せっかくちっちゃくなったのとさ、無理に広げなくていい。確かに。で、コーラで。覚醒するぞ、これも本当に。うますぎて。さあ、ということでね、ファスティング終了後食べたかったもの一発目、私は月見バーガーでございました。
まあ、チーズ月見にしたんですけれども、いやもう最高の時間でした。あとはねちょっとポテトをゆっくり食べて楽しみたいと思います。ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとう。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。